学院大学は117ページをご覧ください。ここでは渋谷キャンパスのことが紹介されています。正門を入っていくと川のせせらぎが聞こえます。そちらを振り向くと緑の中になんと本物の神社があるんですね。このキャンパスの中には他にも日本の伝統文化についての博物館があり、そこでは多くの重要文化財を通じて日本の歴史に思いを馳せることができるんです。國學院大學、和を感じるキャンパスですね。